新刊、何が何でも長編小説が書きたい、大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、んと、誰に自分の作品を読んでもらおうか問題。 今タイトル自分で、今タイトルいし、そこで考えたよ。誰に自分の作品を読んでもらうか問題だよな。作品を読んでもらうか問題。いや <laughs> 結構いい加減だなこの作り方が、まあ、いいや今日はマシュマロに寄せられた質問です。賞を取ることができないので自分の作品を見直すために優勝で添削をしてもらおうと考えています。今まで無償でやってたのがよ。<laughs> ただ怪しい人が多いのもありどういったこと <laughs> <laughs> どういった方に頼めばよいか悩んでいます。えっとえ、うん、<laughs> 怪しい人が多いって <laughs>、何を、何をもって怪しいと言うんだろうな。まあいいや、あの、こう、 一応言っとこうあの <coughs>。今はもう本当にその怪しげなこの手のものっていうのはまあほぼないよ、えー。ネットで調べられるのでインターネットでちゃちゃっとこう調べて、えー、そういう教室や先生の 過去の実績だとか、そういうところをチェックするっていうことが大事です。えー、っと <coughs>、当たり前だけど、その、そういうテーマをかけない人が、おかしな人に引っかかるだけで。ええー、まあ、調べる習慣をつけようね。例えば、ほら、で何よりもさ、あの、このマシュマロの質問をしている、 質問したそこのあなた、僕の本読んだことあるかねその小説の書き方本だけじゃなくて僕の小説を読んでるかね <laughs> これなんでそういうことを言うかというと、要は小説の書き方についてっていうのはある程度ネットで調べてしまえば誰でもできるんだよ。誰でも話せる話なんだ。ただ、それで、 んじゃあ、その作品を読んで、あなたの作品を読んで、じゃあ、こういうふうにし、あの、こういう方向にしようね、とかっていうような話ができる人っていうのはそんなに多くはないので、んで、小説の書き方については、どんな話をするかというよりも、何を書いた人がその話をしてるのかって、これ結構大事だったりします。んで、あなたの求めるものと違うものを書いてる。 人だったら、まあ、ミスリードさ,んーされる可能性も十分あるのでね。ええー、ということです。で、割とよくやらかすミスとしては、知り合いに読んでもらうっていうこと結構あったりするんだけど、その、知り合いに読んでもらうなんて、はっきり言って時間の無駄だよ。うん。なんでかって言ったら、知り合いは素人だからね。で、そうかと言って、じゃあ、 小説を書いてる仲間に読んでもらおうか。合評っていうのはプロになる上では無駄だよ。なぜかというと、その、こう、本当に適切なアドバイスができるような、的確なあ作品を見る目があるような人だったら、とっくにその人がデビューしてるからね。っていうことです。 んで、こう、やっぱね、ええー、優勝でってわざわざこの人書いてるんだけど、こう、学問だとか身につけるもの、形にならない、なってないものに対してお金を払わないって人ってとても多いんだけど、あまあ,あ、そうのことはやることは必,必要です。あと、うん 怪しい人ってよく言い,言い方をしてるんだけど、えっ、ー、と、その小説講座の目的って知ることって大事です。えっ、ー、と、うちの講座は、えー、小説講座としては例外です。えー、プロに、新人賞を取ってプロになりましょうっていうことに、的を絞った小説講座ってそんなに多くない。うちと、あと、 そう、山村教室ぐらいかな。そういうふうに的を絞っているのはね。あとはもう、割とそういう線引き、目的は割り方曖昧になっているところが多いです。その <coughs>、一番多いのは、人生を豊かにするために小説を書きましょうっていう、うまあそういうスタンスのところが多い。 えー、そういうスタンスのところに行って、プロになりたいんですって言っても、それは目的が違うから、えー、それはかえって遠回りになる。だから、あの、小説講座を受講するときに、その、そこの先生が何を教えて、そこからどんなプロ、まあ、プロを目指す、目指すんだったらね、どんなプロになるかということを、 どんなプロが出てるかっていうことをチェックすること,とって大事です。えー、こう、自分の作品を見直すために優勝で、えー、添削指導っていうふうに書いてあるんだけど、結構ね、この方大きな間違いをしてるんだけれども、作品の添削を、添削、つまり、あなたの作品を、を、うん 赤ペンを入れて削ったり直したりしても作品は、いい作品は生まれない。これはも,ちもう間違いないです。えっ、ー、と、ほう、添削で作品が良くなることはありません。なぜかというと、ほとんどの場合、作品でてあそこを直してここを直して良くなるっていうのは、少なくとも新人賞を受賞する程度の水準でないと、 直しても変わらない。よく言うように、うんこは、どんなに磨いても、うんこにならない。うんこにしか過ぎないので、ええー、こう、もしあなたがなかなか賞を取ることができないんだったら、その、うんこのような作品を直すことよりも、うん どうやったらいい作品が生み出せるかっていう、そういうスタンスを学ぶようなところの方がいいです。これは僕の実感。いろんな受講生の作品を見てきたけれども、ここを直したら良くなるよっていう作品に出会うことは、え今のところないです。 こう、ここ、あの、あなたの作品こういう風なので、まあ、ほとんどの場合は、まあ、例えばテーマがよくわかんないとか、登場人物がはっきりしないとか、うん、取材が不足してるよね、とかあ、シーンがよくわからないよ、ね、シーンがわかるように、著者がまずシーン把握してないよね、とかあ、そういう話をします。で こういうの、大抵の場合ね、こういう欠点っていうのは全部せので、一世のせいでこう複合して現れるので、そうすると直すぐらいだったら、次を書くときに登場人物の履歴書を作る、しっかり取材をして、えー、このシーンの、シーンの 5W いちいちつまり、これはいつのシーン、どこのシーン、そこに誰がいて、そ,れをそこで何が起こっていて、そして、えー、なぜそのシーンが必要なのかということを著者がちゃんと把握するようにしましょうねっていうようにして、新しい作品を置くことにしないことには、なかなかあの難しいということはあります。で、 あの、あともう一つ、こう、怪しい人が多いっていうふうにこあの、この質問者さん言っているけれども、その、あのね、結果が出ないと、その、結果が伴わないと、その小説講座が怪しいっていう言い方をする方って結構多いんだけれど、これは、 ああ、言っておく、もう、しっかり言っておくけれど、小説講座には魔法はありません。その、受講料を払えば自動的にプロデビューできると思っている人って結構な割合でいるんだけれど、そうじゃない。あくまでも、あなたがプロデビューするためのサポートをするのであって、あなたに勉強あの、 あなたに学ぶ姿勢がなければ、あなたをプロにプロデビューさせることは、不可能なのでね。だから、ああお客さんのつもりで、小説講座に通っても、それは無理だよっていう。あくまでも小説講座というのは、コンサルタントなので。そこらへんのところは、われないように、えー、間違いないようにしてください。んで、 あのー、まあ、あこう、うん、小説講座の選び方、ま、あ何度かここの、このラジオでもやってるけども、まあ、まあま、あいや、もう一遍繰り返してやるけれども、あのー、こう、小説講座を,を選ぶときに、一番最初にやることは、その、そこの講師の先生をググってチェックして、その、 講師の先生がどんなものを書いたか、そう,そうでなければ、その講座から、講師の先生自身が書いてないこともある。講師の先生が編集者から、その、転身してそこに移っている、小説講座をやっていった例もあるので、えー、その場合だと、その、小説講座の出身の作家、 はどんな人が出ているるのかっていうことをチェックするあとそれからまあ先ほどちょっとお話ししたけども繰り返すその講座の目的って何だろうかええー、親睦会なのかそれともプロデビューするためのものなのかっていうことをはっきりさせるっていうことが大事です <laughs> ええー、それから 二つ目に重要なのは、その、えー、継続して、長いことつ、それなりにそこそこ長いことを続けられるような、ああ、システムになってるかどうかっていうことです。っていうのは、ああ、例えば、小説講座の中で、えー、半年、半年ぐらい、こう、ずっと講義を、講義をやって、はい、それでおしまいっていうところがあるんだけど、 えーと、それではデビューは難しいです。なぜかというと、結局のところ、どんなに知識を詰め込んでも、実際に書いてみないことにはどうしようもないという部分がすごくあるんです。で、だいたい、あの、今の新人賞のーーペースだと、少なくとも、 ともう2年半から3年ぐらいは、その受講を始めて、それがその受講を始めて学んで作品にフィードバックして書き上げて受賞するってそういうサイクルから言ってだいたい早くて2年半から3年ぐらいは続けないと結果はついてこないです。 うん、だからまあ、その、それだけずっと続けられるようなカリキュラムになっているか、そしてそういう環境にあるか、その環境っていうのは、ああ、あなたの近所にあるとか、あ今だったらリモートで、えー、リモート講座があるのでリモートで対応しているのか、えー、あと、先生との関係がどうか。つまり、ドケたくクソ悪い先生だったら、こう話をしてても、うん うーん続かない。で、僕の場合、僕は、僕はこう、もうこの通り、壊す的に物を言い、しかも、その、はっきり言うからね、ええー、あかん作品はあかん作品、いい作品はいい作品って、まあ、はっきり言ってしまうので、で、そういう言われ方をするのは嫌だっていうのは向いてないし、ええー、 ただ一つ言えるのは、あんまり居心地良すぎてもねっていうことはあります。あんまり居心地が良すぎると、そこに長居してしまうので、だからこう、もし自分が居場所を求めるためにその小説講座に通うんだったら、別に居心地が良くていいんだけど、プロになることが目標だったら、その、そういう時の、その場合の小説講座というのは、 あくまでも通過点だからね。ということはあります。ええー。というふうだね。だから、まあ、ま、あとにかく、大体のそういう、う先生に出会う、もう目安では、そんなところです。ええー、自分がどうなりたいかっていう、 そういうそのビジョンをちゃんと持っておくということとその目標に沿った講座を探すということそれからあともう一つは作品ではなくてえ作品をいじるのではなくて自分を伸ばしてくれる教室を選ぼうということがあります。 この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖師賞、オール読み物新人賞など、 圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキースセーションにサウンドクラウド、アッ Apple キャスト、a s t Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木貴一郎作家に聞き、そんなところでではではでは失礼します。